水上タクシー東京都水上タクシー新潟市待機する海上タクシー小宮港ベネツヤの水上タクシー水上タクシーは小型船舶を利用したチャーター船。海上を行く場合、海上タクシーとも呼ばれる。水上タクシーは海上運送法第20条2項の人の運送をする不定期航路事業に該当する。日本では 瀬戸内海や九州周辺や南西諸島の小規模な離島への交通手段として旅客船などが運行されていない時間帯などにおいて利用される。一方都市部においては入り組んだ港湾、運河、河川の各乗降場間を結ぶ機動性の高い交通手段として注目されている。2000年の法改正により人の運送を行うすべての船舶運航事業者には 海上運送法が適用されるようになった。同法では海上タクシーの旅客定員は12名以下とされている。一方で運賃については法令による規制がないため、陸上のタクシーと異なり、各業者が自由に決めることができる。このため同じ区間の利用であっても業者により大きく、運賃が異なることがある。各地で社会実験や、 季節的な運行が実施されており、東京都では先行して状態的な運行を開始した。イタリアのベネチアでは自動車による公共輸送が発達していないため、小型ゴンドラを使った水上タクシーも活躍している。香港を含む中国や東南アジアの一部地域では、サンパンと呼ばれる小型船が主に港内交通の手段として用いられてきた。社会実験イベント、 天魔不当を行いました。水戸大阪、水辺の町再生プロジェクト。2009年9月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年1月5日閲覧。新潟港水ゆう記録。2 0 1 2新潟、観光コンベンション協会横浜港で、小型船による、水上タクシーと高速ジェット船の運航実験。国土交通省関東運輸局東京の海。 川をめぐる水上タクシーが登場2015年11月6日、日本経済新聞、ポート東京を世界へ引く周運の活性化で、東京の魅力像、ありがとうございます。